イスズ自動車株式会社は主にトラックバスなどの商用車を製造する日本の自動車メーカーである。1916年創業。イスズではなくイスズが正式名称である。中国語圏ではイスズという漢字で表記する。トヨタ自動車、日産自動車と共に日本国内で日本企業による自動車の本格的な量産が 始まった1930年代から四輪自動車を生産している自動車メーカーで、ディーゼル自動車及び、船舶、産業用ディーゼルエンジンを得意とする。国内における小型トラックの販売台数では20年連続で第1位となり、中、大型トラックの販売台数は第2位である。世界市場ではンを除いた GVW3.5 トンから15トンまでの中、 小型トラック分野での販売台数は世界第2位となり、大型トラック部門では世界第14位である。中国の港湾に採用されている、イスズエルフ、イスズの文字が読み取れる、イスズの名は、伊勢神宮の境内に沿って流れ、神宮における決済の場ともなるイスズ側に由来する。元は、商工省標準形式自動車として、 前身となったメーカー各社と当時の鉄道省によって1933年に共同開発された大型自動車に翌1934年に付けられた社名である。以後、合併や社名変更などの変遷を経ながら太平洋戦争直前から戦時中にかけ大型車両とこれに搭載する高速ディーゼルエンジンの分野で国策企業として開発をリードした。 太平洋戦争後はトラックバスなど大型ディーゼル自動車の生産で日本を代表するメーカーとなった。1953年以降はイギリス社のヒルマンのノックダウンで乗用車生産にも進出し総合自動車メーカーを目指した。かつてはトヨタ自動車、日産自動車と共に日本自動車業界の御参加とも言われていたが乗用車部門は長らく不審であり、 1990年代から経営危機に陥りリストラを繰り返すようになった。1993年にはワンボックスカーと SUV を除く乗用車の自社、開発、生産から撤退し、日本国内ではホンダ技研工業などから OEM 供給を受けて販売を続けた。これは乗用車用ディーゼルエンジンや SUV、ミニバンについてはホンダと 相互協力関係にあったためで2002年に自社生産していたビッグホーギやウィザードなどの SUV を含む乗用車の販売から撤退するまでホンダからの OEM 供給を受けていた。また関連企業との合併による拠点の集約などを行う一方、1万人規模となる極めて大規模な人員削減などを行った。株価が一時、 自動車メーカーとしては最低の31円まで落ち込むなど自体は極めて深刻であったが、水保銀行やゼネラルモーターズの大掛かりな支援があり、加えてディーゼル自動車の排気ガス規制強化を発端とする商用車の買い替え特需もあり、再建に成功することができた。米国では GM から SUV とピックアップトラックの OEM 供給を受けて、 販売を続けていたが、2009年1月31日をもって販売を終了した。その結果、販売ディーラーは既存ユーザーのためのアフターケアサポート事業のみ存続していくことになった。現在、主に個人向けとして販売が行われている車種には、東南アジアや南アフリカなど向けのピックアップトラックと SUV に加え、東南アジアとインド先輩の m p v がある。 1971年から2006年まで、米国、ゼネラルモーターズが一部のイスズ株を保有しており、GM の関連会社であったが、2006年4月に GM との資本関係を解消した。GM との資本提携解消後は、同2006年11月7日に、トヨタ自動車と資本、業務提携を行うことを発表した。すでに、トヨタグループ入りしていた日野自動車とは、 バス事業を統合して J バス株式会社の発足を行っており今後については乗用車用ディーゼルエンジンの開発や環境技術での連携トラック部門での連携強化の可能性が考えられていたが2018年8月にトヨタとの資本業務提携を解消したしかし今後のトラックの電動化を視野に入れて2021年3月24日にトヨタ自動車と再度資本 業務提携することが発表された。2019年12月、ボルボグループと商用車分野での戦略的提携に向けて覚書を締結し、ボルボ市会社の UD トラックスの全株と UD ブランドで展開する海外事業を取得すると発表した。2020年10月30日には戦略的提携に関する基本契約を正式に締結し、 UD トラックスを2430億円で買収することを発表。2021年4月1日までに取得手続きを完了し、UD トラックスはイスズグループ企業となった。2022年5月には横浜港未来地区に建設中の横浜ゲートタワーに本社や関連会社などを移転予定と発表された。移転予定地の近隣には、 日産自動車グローバル本社が所在する。三近海の会員企業であり、第一関銀グループに属する。閉鎖された生産拠点現在でも提供している番組は太字。テレビラジオ、伊豆津自動車高等工業学校は、伊豆津自動車が職業能力開発促進法に基づいて、神奈川県知事から認定職業訓練の実施施設としての認定を、 受けた神奈川県藤沢市にある認定職業訓練校である。訓練学科としては、蘇生加工科、機械加工科、精密加工科、自動車製造科がある。本校の源流は、1935年に青年学校令に基づいて設置された自動車工業、株式会社、鶴見工場内に設立された私立自動車工業青年学校に遡る。 1942年4月に私立ジーゼル自動車青年学校が開校。1951年4月に中学校卒業者を対象となる3年生の学校として、伊豆津自動車株式会社、伊豆津自動車工業専門学校が学校教育法第83条による各種学校の認可を受ける。1956年に職業訓練法に基づく 事業内職業訓練所の認定を受ける。その後、1962年に藤沢文庫も追加認定。また、学校教育法に基づく各種学校の認可を取り下げるとともに大森文庫を廃止。同時に、伊須津自動車工業専修学校に改称1967年鶴見文庫を廃止。1971年に末吉文庫を廃止。 1981年初の女子訓練生の入学。1982年、伊豆津自動車川崎高等工業学校と、伊豆津自動車藤沢高等工業学校に改称。1997年伊豆津自動車、川崎工業高等学校を、伊豆津自動車藤沢高等工業学校へ統合し、伊豆津自動車高等工業学校に改称。2015年1月、 ものづくりサービストレーニングセンターが開設し、校舎移転。ありがとうございます。